からもうネイティブインディアンは徹底的にあの虐殺されますし当たり前のようにアフリカからです、ね、イギリス経由で,です、ね、どんどんこう奴隷をですねあの黒人奴隷をですね連れてきちゃうとおよそ戦争で勝ったわけでもないのにですねあの人をあの奴隷として買ってきちゃうっていう感じもですねあのアメリカのもともとの歴史です。 英国の負け組なんですよアメリカを作った人たちってで当時の,あのグローバル主義大英帝国に対してアンチを唱えたで2種いますでニル・サンリューの貴族これ冒険家たちそれからあの宗教原理主義者ねで政教とね宗教亡命者で基本的にはねこの2つなんですでニル・サンリュー貴族のですねこれがジェームス・スタンにあの教育と。 ですでキリスト原理主義者の方はですねこれはあのプリマスにですねマーサシューのプリマスに拠点を置いて2代目大統領のアダムスはここだと。でさらに特殊性なところはですねその人権とかですね言うんだけどもあの自由とかですね この中にはですね合宿憲法の中に黒人とかインディアンの権利っていうのはもう全く含まれてなかったっていう形のことがですね、えー、その次の話になります。誰が作ったのかと。でもう一つ複雑な構造っていうのはですね最初からあのフランス型あ、まあ、ここ農業を推進してですねこれまあ南部ですねあのトーマス・ジェイワーソンみたいにですねあの中仏大使の経験があってですね フランス型のです、ね、生態を支援する人たちと、それからアレキサンダー・ハミルトンのようにです、ね、これあの、イギリス型の,です、ね、あの連邦政府を強化してあの、工業化を推進していくという、これ、南北戦争でいくと北部の支持者、この2つの,です、ね、あの対立があるということに、えー、なります。 少なくともペリーが来るまでの国家像というののはフランス型の方に変わっていくっていう感じのことになりますさっきの、あのー、図をもう一回あの見てもらいたいんですけどもどうやってこう取っていっちゃったかっていうですねこのグリーンのところからですねそれからあオハイオ州を取りでルイジアナニューオリンズを取りそれからテキサスを独立させてメキシコから併合させるあの、えー、カリフォルニアを取る。 でここの部分のところをですね、ちょっとあの大統領の名前で分解していくとですね、基本的にこの4人だけあの覚えててもらえばいいと、で驚くべきことはですね、あのほとんどトーマス・ジェガーソン、これ黒人のですね奴隷の上うんでこれ、ルジアナ買収を策作したんですけども、それからアンドル・ジャクソン。 これ,はですね、これもあの黒人奴隷の上う主それから五代ジェームス・モンローでこれも徹底的にあのインディアンを潰していくっていう感じのですねでジェームス・フォークうーこれも作放の限りを尽くしてテキサスを独立させ合併させでメキシコをお戦争に追い込むっていう形のですね あのここの部分のです、ね、下に書いてあるあの図の中でですねあのどうやったらですね、あのー、アメリカのです、ね、13州が全米一気にペリーが来るまでに取っちゃうかっていうです、ね、ここの部分でですねそれからもうネイティブインディアンは徹底的に、あのー、虐殺されますしで当たり前のように、えー、アフリカからですねう イギリス経由で,です、ね、どんどんこう奴隷をですあの黒人奴隷をです、ね、連れてきちゃうとおよそ戦争であの、うん、勝ったわけでもないのにです、ね、あの人をあの奴隷として勝ってきちゃうっていう感じの,です、ね、あのことをやってた人たちだとこれがです、ね、あの人権を唱えてる人たちの源流でやっぱりこう荒々しいんですね。 それからもう一つこの中でですね見ていかなきゃいけないのっていうのは英米って本当に仲良かったのかっていう1800年代を通してあのワシントン条約で日英同盟を切らされるまでアメリカの最大の敵はこうイギリスであったと1812年から14年これ米英戦争ですねこれ2回目です独立戦争の時で英軍と1回戦ってますから。 米へあの共通のね友情の歴史とかいうのはチャーチルがアメリカのです、ね、ウィンストミンスター大学で,です、ね、ソ連の嫁のカーテンに対抗するために話を作るんですけどもあのほとんどあの作り話です。米へ共通の友情という形の話っていうのはですねあんまり実態とはかなりそこはないんですね。だけどそのチャーチルの凄みっていうのはそのお話を作っていっちゃうと。 エイベって昔から仲良かったっていう感じのですね話に変えてっちゃうっていうここねあのすごく大事な要定だと思います。その次でですねアメリカってですねあの南北戦争って何だったのかっていう感じのことなんですけどもこれは別にね奴隷解放のためにですね南北戦争をやったわけじゃなくてですね完全なあの利害の対立です。で南部はあの黒人奴隷を酷使して プランテンション農業で綿花、えー、作って、あのー、イギリスにガンガン輸出するっていう、これ、重貿易で,でいくとで。北部の方はですね、特に米戦争以降、あのー、イギリスの工業繊維が途絶えたんで、あの工業化で飯を食おうっていう感じのですね、これはもう国内産業保護のために、保護貿易を要求すると。でその保,保護貿易対、えー、重貿易で。基本形はここです。 1860年にリンカーンがこう勝利するんですけどもこれあの南部の方はですねジェファーソン・デービスってもう別の大統領をこう担いでですねそれで、あのー、1861年から65年にかけてこう南北戦争へに発達していくという形で死者の、ね、数を見てもらうとすごく分かりやすいんですこれ南北戦争の死者62万人です第二次世界戦戦29万人 こう要するにね南北戦争で死んだ戦死者の方が多いとでアトランタに至ってはですねもう徹底的にですね寝返しにされるという「で風と共にされるの」って映画があるんですけども、あのー、これってねその南北戦争前のアメリカ南部の、ね、白人たち特に奴隷の上司たちっていうのはいかに、あのー、貴族社会を作ってたかっていうね、あのー、感じのことが非常によく分かる映画で。 アトランタがこう燃やされるシーンっていうのをですね、これを覚えておいてください。結果的に南北戦争によって、アメリカはその次の時代に入っていくんですね。